こんにちは。です。今回は兵庫県福原町の駐車場でマスクをするように注意してきた男性にヘッドロックをかけ下半身不随にさせた渡辺竜太容疑者が逮捕されたことについて客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。で,ですね、今回は2020年の5月、兵庫県の福原町の駐車場で 65歳の男性にヘッドロックをかけ、転倒させるなどの暴行を加え、頸椎損傷の大怪我をさせた疑いで、運送業の渡辺隆太容疑者25歳が逮捕されたということで、警察によるとマスクをしていなかった渡辺容疑者に対して、男性がマスクしろよと注意したところ、激高して暴行を加えたということで、警察の取り調べに対し、 渡辺容疑者は地面に背中を打ちつけたことに間違いはありませんが首を絞めたかどうかについては覚えていませんと容疑を一部否認しているということですで,ですね客観的な意見としてはこんなことで下半身不ぜになってしまうなんてある意味で死よりも過酷かもしれない下半身不ぜは大けがと,というか重傷ですね執行猶予つけない判決を望みますと たが多かったかっなと思います。すでですね、自分の気持ちとしてはまたあの気違いが生まれてたということで2020年の話なんですねだいぶ結構あの時が経ってるんですけどなんだろうすごくあの イライラしてるときに注意されて、ちょっとカチンと来て。まあでも手は出さねえな。うん。まあ悪いのはマスクしてねえおめえだろって話なんだけど、まあ100歩譲って。あの、まあそういったときに言われたときに、ちょっとムカッと来てっていうのはあるかもしれないけど、あのヘッドロックをかけて、下半身不随にするまでの、あの、 暴力を振るうっていうのは、ちょっと考えられないなっていうのが正直なところですね。うん。あと、こうしたらこうなるっていう、そういったあの予測というか、そういったものは立てられなかったのだろうかっていうのが思うところで、まあ、あの、 手をかけるっていうことを選択した時点であの正常な判断ができてないできない方なんだなっていうのは分かるんですけどあまああと思うところが65歳の男性の方もすげえ気の毒だなと思って、まあ、ただ注意しただけなのに下半身不随になってそれ以降もう。 どうううしようもできなくなくっってっていう65歳だから年金でやっとあの、まあ、年金生活というかある程度自由な時間が生まれたはずなのに不自由になってしまってほ、まあ、本当今後、まあ、反省というか、まあ、人の人生狂わせてしまったので、うんまあ、どういった判決になるのかすごく気になりますが。うん もう一生背負っていかないといけない問題なので、うん、背負っていってください,、はい。ということで今回は兵庫県福原町の駐車場でマスクをするように注意してきた男性にヘッドロックをかけ下半身不随にさせた渡辺隆太容疑者が逮捕されたことについてお話ししてきましたそれではご視聴ありがとうございます。この動画では 雑談、本格配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたしますあとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうじゃあね